皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めていきたいと思いますが、本日のテーマは無駄な努力なんてないということについて、今日はお伝えしていきたいというふうに思います。この無駄な努力なんてないというのをですね、取り上げたいと思った背景という部分ではですね、やはり皆さんですね、どんどんこの、気候もですね、寒くなってきてですね、政治活動つらいと、あとはですね、こう継続してやっている方においてはですね、この活動がですね、本当に当落に結びつくのかと、なかなかですね、砂漠に水をまくような形でですね、具体的なですね、このレスポンスというかですね、この効果というのをですね、実感がなかなかできないんだよねということはですね、今やられている方の多くはですね、感じられているんじゃないでしょうかというふうなことがあるんですけれども、その方たちに対してですね、メッセージとしてお伝えできればというふうなことで、話させていただきました。無駄な努力なんてないというふうな部分なんですけれども、この政治活動というのはですね、やはり重要な要素としましては、やっぱり積み重ねというものが重要になります。これはですね、やはりですね、活動をずっと連続させて同じことをルーティンしてですね、やっていくと、もちろんそこに工夫の余地というのは生まれてですね、どんどん改善行動というのはですね、起こしてもらいたいというのは前提なんですけれども、同じ活動を繰り返し繰り返しやっていくというふうなことにおいてですね、やはりですね、認知され、投票、支持され、投票用紙に自分の名前を書いていただけるというふうな状態に、なっていくのかなというふうな、ふうに思います。でですね、例えばですね、これをですね、エリアで考えた場合にはですね、こう全面に対してですね、ポスティングを1回しますというよりもですね、エリアを絞ってですね、やっぱりその何回かに分けてポスティングをするというふうなことの方がですね、やっぱり効果があるというふうになります。同じですね、例えば1万トンにですね、配布をするというふうなことであればですね、1万世帯にその巻くというよりもですね、それをですね、自分がですね、有利なエリアというものに絞ってですね、1万回、何回か繰り返し繰り返し、同じビラで結構だと思うんですけれども、それをどんどん入れていくというふうなことが必要なのかなというふうに思います。そういうところでですね、日々の出会いとかですね、あとは配り方が工夫していくとかですね、あとはその何回も入れていくとですね、例えばですね、同じビラ何回も入れてるんじゃないよ、失礼しましたというような、そういうですね、お叱りというのがですね、連絡として来たとしてもですね、失礼しました、じゃあ次はちょっと、今最新のですね、情報で説明させていただきたいので、ちょっとご挨拶に伺ってもよろしいですか、みたいな形でですね、どんどんそういうのをですね、ピンチをチャンスに変えて、人と接触していくという機会を作っていくというようなことになりますね。はい。あとはですね、こう無駄な努力なんてないというふうな部分ではですね、例えば今の時期ですとですね、選対本部長とかですね、後援会長とかですね、あとは運動員というののですね、リクルートという部分もですね、皆さんこう知人とかですね、深い関係の人たちに対してしていくというふうなこともですね、よくあるのかなというふうに思いますけれども、そういう時にですね、やはりですね、気をつけていかなければいけないという部分ではですね、やはりどんどん断られるので、次というふうなことでですね、やっていく、ちょっと馬力のある方であればですね、そこでずっと突き進んでしまってっていうふうなことはあるんですけれども、こう一回断られたとしてもですね、その断られたけどどういう理由で断られたのかとかですね、あとはですね、その断られた中にですね、じゃあこういうことだったらやっていただいてもいいですか、せめてみたいな形でですね、本命は断られたけども手伝ってもらえることになったというふうなこともあったりするわけなんですね。あとはですね、こう一回断られてもですね、諦めずにですね、やはりですね、何回もですね、こうやっていった方がいいんですね。そういった部分ではですね、本当にこうチャレンジトライしてやっぱり受けてもらえない、トライして受けてもらえないというので、このトライするという作業がですね、無駄な努力なのかというとですね、そんなことはなくて、これがですね、例えばですね、中国の古代の古詩で言うとですね、3個の例というふうな形でですね、2回断られたけどですね、3回言うとですね、そこまで言うんだったら、ちょっと考えてみようかなみたいな形でですね、言ってくれる方というのもですね、実際に存在するんですね。そういう粋な人というのはですね、やはり皆さんの町内にもですね、必ずいらっしゃると思います。でそういう方をですね、やはりですね、門戸を開けるというのはですね、こういきなりですね、コンコンと入ってですね、手伝ってくださいと言ってもですね、難しいというものはあると思うんですけども、断られることを前提にですね、どんどんやっていって、もう何回もしつこくやっていくことによってですね、どんどんそこのですね、扉をですね、開けてですね、イエスと言ってくれるという状態になるというふうなことになってくるわけです。これはですね、やはり皆さんの努力の積み重ね、努力がある程度のレベルに達すると結果として皆さんが実感されていくというふうなことになるっていうのがですね、こう政治活動のいろんなものについて置かれることじゃないかなというふうに思います。なので日々の成功や失敗というものにとらわれすぎず、このストックして、この活動をストックしていく、その活動をストックして効果がないなというのを無駄とは思わないでですね、例えば思ったとしても無駄な努力なんてないんだよと
というふうなことを考えてですね、必ず意味がある、このストックや行動やプロセスや運動量に対して必ずその何か意味があるんだというふうなこと、その先にですね、自分は結果をつなげていくんだという意思、これを持ってですね、やっていくとですね、本当にこの政治活動というのはですね、無駄な努力と周りから見られたり自分で思ってしまうというふうなですね、活動行動も確かにあるとは思うんですけれども、ただですね、無駄な努力なんてないんです。その先にですね、当選が結びつけば、この努力プロセスというのはですね、やっぱりその政治家になる登竜門として必要だったんだというふうなことにもなりますし、必ずプラスになるのかなというふうに思います。ということで、本日は皆さんが今やっている行動、無駄な努力なんてないんですということをお伝えしたいと思いまして、この厳しいですね、季節にですね、活動されている皆さんの激励とさせていただければというふうに思いまして、連絡する画像を撮りました。ということで、必勝選挙チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は以上です。ありがとうございました。